こんにちは。陽明寺太極拳の指導をしている笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は繰り返すシリーズの8回目、十五式山新造ドンジャオ、十六式造シアシドゥーリーのところです。式の転身をちょっとゆっくりやってみますけど、転身をする時の重心の乗せ替えがすごくこう早くなっちゃう方が多いんですよね。それ早くしないできちっと右足軸、左足軸、そして左足軸の時間がすごく長いですね。でそこから右足軸っていう風にゆっくり重心を乗せ替えていきましょう。そうすると縦軸は狂わず非常にいい、また速度は一定で連々と切れ目なく呼吸もつながっていきます。なんですけどチャチャチャってやる方が多いんですね。なので良いで悪いで両方やってみます。15式ですね、転身するところ、この肩肘張らないようにして14式のところから、これ相手のこめかみを挟むのでちょっと肩は高く、この第一関節のところで相手を挟んで、ハの字ですね。手は前回言うの忘れたかもしれないので言っておきます。右足軸、左かかとを入れましょう。そしてぐるっと回る、重心が左足に乗る、かかと軸に右つま先をしっかり入れておくと180度転身することができます。この間ずっと左足軸、重心を右足に戻し、丸く手を下ろして左手が下です。左足を引き上げて払い、そして開く所作、手首は折りましょう。これ気血がツボだね、ツボ押し効果があるから必ず手首折るようにすると気血の巡りその後良くなるのと、相手をこう打つ動きだから手首は立てます。今ねゆっくり重心移動しました。それをチャチャチャっとやるっていうのはどういうことかっていうと、悪い例ですね。相手のこめかみを挟み、右足荷重です。そこから左足を間を直して、左足軸と右足軸が変わらず、ほとんど。このチャチャチャっとやって、結果は同じような感じになりますけど、左足に重心を移している時間があまりにも短くて、真ん中あたりでぐるっと回ってしまって、重心を右足に戻す、左足にほとんど乗らず右足に戻すっていうようなチャチャチャっとした重心移動は、ゆったり動けないというか早くなっちゃって呼吸も早くなっちゃうし、テンポ速度が乱れて良くない。なのでここは本当にご自分でものすごくどっちに重心が乗ってるか意識しないといけない。左足に乗ってる時間が長いんですね。右足軸ですね、左かかと入れ、こう回ってくると左足に重心が乗るから、そこでまっすぐの軸を作ったまま回転、回転するまで左足軸、そこからしっかりと右足に重心を移して、左手が下、引き上げ、払い、開く、そういうふうにすると、重心移動が丁寧でゆったりで見ていて優雅に見えますね。そこがチャチャチャっとやってしまうと優雅さがちょっと欠けてしまってもったいない感じがします。転身して右足で立っている、そこから行きます。16式
つま先着地です。重心を左足に右かかとを入れましょう。右手を腰、この右かかとは左足を出しやすくするために入れました。左手胸が沈み込みながら、左足をかかとの延長に直角に下ろし、右膝を緩め、左つま先正面前を見て、下半身で上半身を連れていき、かかと軸に後ろ足を入れ、右手後手、つま先を開き、左手で払いながら右手右足を引き上げる。同じ片足立ちでもこの方がバランスがいいですよね。手が体から離れて伸びるとすごくバランス取りにくいんですね。実はこのコンパクトな方がバランスって取りやすくなりますね、不思議と。でこの左手はここに杖をついたようにコンパスのように重心を取っている、支えている、調和している手です。なのでこの手がこんな、ま、ペンギンみたいに開いちゃうとこう体回っちゃうので、しっかりと指先を正面に向け払った後、きちっとこの手で支える意識を持って肩が回転するように、右肩が前で足を上げていくと非常にバランスが取れている、調和されている動きになりますね。回転、これまっすぐまっすぐこのまま直線的に動く動きじゃないんですよね。つま先を開いてこう 回転です。回転して安定しますね。回ると実は安定するし、太極拳の動きはまろやかで直線的な動きはないはずです。いつもまろやかに回転、円の動き意識して動きましょう。十六意識はそうやってまろやかな動きに変えられていくと良い。直線的に動いているんではない、こう回転、まろやかに回転して動いていかれるととてもスムーズに重心の乗せ替えが後ろ足からできると思うんですけど、これを直線的な動きにするとひょっとこう後ろ足で蹴って、これ外の筋肉でひょっとこう持ってきちゃうことになっちゃうんですよね。なのでこのまろやかなやっぱり回転運動が太極拳の動きだなと思います。なのでつま先を開いた後、回転する意識で前足に重心を乗せていって、スーッと上に立ち上がるととてもいい。この手の角度は鋭角にしないで鈍角です。強いでこの方が、こうだとガーンと自分が弾き飛ばされちゃうんですね。なのでこの角度は鈍角、そして人差し指が鼻の前に来るように下の手が支えていて、あまり懐窮屈にしないでゆったりと、肩はこう張らないでゆったりとしていて、つま先は開いている、つま先がやや開いている、そして足を上げて、これもこう反らない、反るとバランス取れない、きちっと縦軸を意識して立ち上がっていくと安定して片足立ちになれるんではないでしょうか。いずれにしても自分のねバランスがちゃんと取れないんですとか、フラフラしてどっちの足が苦手なんですとかっていうお声をよく聞くけど、太極拳をやってなかったら気がつかなかったことだと思うんですよね。自分の重心がどっちの足の時非常にバランスが悪いなんてことは普段の日常で考えずに生活していたことだと思います。なのでとってもなんか太極拳をやると自分のこの体の弱点がわかるっていうか、なんかどうなっているのかなっていうのをすごくね感じながら、まあ、動いていけるっていうか、それがね将来の下半身の安定にもつながってくるんですよね。何しろバランスよく片足立ちになれるっていうのはちょっと大変なことかもしれない。逆に体幹を作っていく、また膝や股関節いろんなところが痛くないとか、いろいろ条件が整ってなくてはいけません。なので
まあ、ちょっとあまりにもフラフラしてしまうようだったら、常につま先をついてた方がいいかもしれない。上半身が伸びやかに力まないで、曲を作らず、曲を作るっていうのは伸ばしきったりとか力むっていうことなんですけど、それをしない無曲が太極拳宇宙につながる、伸び伸びと深い呼吸で動きましょう。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。無理をしない、頑張りすぎない、力まない、伸ばしすぎたりしない、リラックスをして、もうちょっと伸ばせるかなっていうちょっと手前ぐらいで自分の動きを止めておくぐらいがちょうどいいかもしれません。それがまた連々と切れ目なく動く動きにつながっていきます。ゆとりがあるから、その後の動きに非常にまた移りやすかったりしますね。どんな動きの時もちょっと余裕があって、力まないでゆったりすることが大宇宙につながります。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントも寄せください。なんかさっき言ったような気がするけど、ではまた。Thank you.